浄化設備の設置工事が公開されたのはかかみ原市三東町の水源地で昨日は市議21人が現地を視察しましたこの水源では市内の水道水のおよそ半分を賄っていますが国の暫定目標値を超える有機フッ素化合物 PFAS が検出されていて現在は4つある水槽のうち2つに活性炭を設置する工事が進められています市は今後 PFAS の値が下がる効果が確認されれば残りの2つの水槽についても活性炭の導入を進めるということです。